M8 招待嫌われる勇気第2夜後編、後編居酒屋にて、居酒屋、いやあしまった、二等兵の友人屋です、 T 隊長です、隊長でございます、はい、また横で青年と鉄人が、うんうん、話をしていて、うんうん、アドラー心理学はきついですよね、きついですよね大変、まあまあ、理想としてわかるけどみたいな、そうなんですよ、あの NLP っていうのを見ていくと、うんうん、あれなんかそのコーチング、うん、うまくいったコーチングの人がどうやったかっていうのを体系づけたものなので、それではなんかそのやってない自分とかっていうのはアドラー的にはそれは君の目的なんだよみたいな言い方をされるじゃないですか、うんうん、あなたの問題みたいな、でも NLP 的にはなんかそれをしなかったあなたも正解みたいな、要は危険なものに踏み入れなかったじゃん、っていうのはちょっと優しいですよね、優しい、まあ、多分コーチングだからっていうのもあるんですよね、まあ、ちょっと歩かせないといけない、そう、こう他人を歩かせないといけないみたいな、はいはい、そこで厳しくやるとこう潰れてしまう人もいるみたいな、そうですよねところがあるんで、落ち込んでるんですってそれは君の目的だよって言われるわけですよ、ね、そう、お前が悪いんだって落ち込んでるって人にお前が悪いって、だからすごいあの青年の気持ちがとてもよくわかるんですよね、で今回で言うと相手が出てくるじゃないですか、言ってくる人たち、出てくるマウント、マウンティング、マウンティングを仕掛けて、仕掛けてくる、マウンティングなのかその寝技なのか、寝技、寝技に持ち込もうとしているのか、上からも下からも来るわけじゃないですか、これちょっと人間社会って大変ですよね、大変ですよね、この権力争いに乗るなって言うけど、なんかそう、やっぱりこの負けてはならないみたいなのは、負けてはならないっていうのもあるし、いやって断りにくいそうなんですよね、そうし、あのこのわって言ってくる人もいれば、このコントロールの仕方として、まあ、ここでも出てくるんですけど、例えばその子供だったら不登校になるとか、リストカットなど自傷行為をするとか、でフロイト的な原因論では、それをなんか親がこんな育て方をしたから、子供がこんな風に育ったみたいな、因果列で考えるでしょうみたいなのが出てくるんですね、でもこれもなんかアドラー的な目的論で言うと、その親への復讐らしいんですよ、まあそれはあるかもしれないですね、でもそれになんか乗るなっていうのはなかなかも難しいですよね、この心理的ななんていうんですか、抵抗みたいなところじゃないですか、はい、なんかよくあの多重人格者とか虐待を受けたことによって、はいはい、自分の人格を守るために違う人格を作り出すみたいな、12人いるとかよく出てくるやつですねっていう、あれってこう、はい、意識してやってるっていうよりかはこう無意識に出てくるみたいな、でもあれも、よくなんかちょっと話が違うかもしれないんですけど、例えばそのポルターガイスト現象、カチッカチッってやるとか、あれってよく鳴らしてたって言うじゃないですか、まあ、鳴らしてたって言いますね、関節鳴らしてたってって言いますよ、でも要はそれも、要はみんなが驚くからそれをやるわけじゃないですか、多分その多重人格っていうのも、いや分かんないですよ、でも、あ、これをやるとコントロールできるってなると、それを演じてるっていうことはあるかもしれないですよね、あるかもしれないし、だからなんかこう自分の心が傷つきたくない。はいはいはい。傷つきたくないですよ。その心を隠すみたいな。だからそれをどこまで本、なんか本当なのか演じてるのか。演じてるのか。まあそうなったことがない。あの PTSD とか。だからいろいろ病気は生まれてきますよね。そう。なんか心的外傷。はい。あ、知り合いにパニック障害の人とかいたりして。はい。こう人混みの中に行くともう過呼吸になって倒れてしまうみたいな、なるほど、で仕事もできないみたいな人がいて、はい、それはこうなんかトラウマがあってそれを思い出すと過呼吸になってみたいな、でもそれはごめんなさい、今アドラーを使わせていただくと持ち出してるわけですもんね、持ち出してる、いやそれをやれば、ちょっと厳しい言い方ですけどね、それをやればっていうか、やれば離れられるわけじゃないですか、いやトラウマにギュッて持ってる限り、トラウマだって思ってれば、
そうなそう、うん、でもそれってそれができないからトラウマみたいなところがあるじゃないですか。でもアドラーさんはこれを否定してるわけですよね、うん、否定してる。手放せって言うけどどう手放すんだみたいな。で今病院に行くと薬じゃないですか。はい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 。うつ病とかも多分そうですよね。あれでもなんか、うん、一説では危険だとも言いますよね。薬に、いや依存してしまうそこに、うんうんうん、抜けられないみたいなっていうことは言いますよね、うんうん、だから薬をやめるとすぐまたパニック症が戻ってくるみたいな。そういったプラシーボとかっていうことはあるんですかね、うん、薬が効いてる、要は効いてる、いやこれがなきゃ生きていけない、うんうん、だからもうなんかあ、まあ、いや何て言うんでしょう、嘘でももういいんじゃないとか、嘘薬でも、嘘薬で治ればその可能性はありますよね、うんうん、でまあそもそも心理的な病気なわけじゃないですか。はいはいはい。でまあそういうものってこう偽物の薬でも効く可能性あるかなとは僕は思いますけど、ね、はい、はいはい、そうなんですよね、うん、だってやっぱり、うん、あのトラウマよりもやっぱり、うん、そのアドラー的な、アドラー的なの方がいいんじゃないとは僕も思うんですけど、ね、いいとは思うんですけどね。そのトラウマを抱えた人、トラウマっていうのは言葉問題あるじゃないですか。言葉って便利、あ、まあ、うん、トラウマっていうのがあると、うん、もうここのせいにできるじゃないですか、うん、このなんか戦争に行った人たち、あそこ、はい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 、とか、はい、あるじゃない、心病んで、はいはい、なんとか症候群みたいな、はい、病気が心理的な、はいはい、ああいう人たちもなんか極度のなんかストレス状態に長時間に続けると心がみたいな、はい、それもまあ結局こう身体がそうしないと病気になってしまうみたいな感じで作り出してるのが多分精神病みたいな病気だと思うんですよ、ね、で僕今思ったのは、うん、それも要はなんか兵士としてはうまく活躍する場があって、うんうんうん、それなりの自分の居場所があったけども、うんうん、社会に出た時に居場所がないと感じた、うん、じゃあこっちのやつを持ち出して、うん、ってやることで、うん、なんか私を見てって、要はなんかその不幸を、うん、不幸自慢じゃないですけど、うんうん、でやってる、やってるって今、ああ分かんないですけど、分かんないですけどね、人をいっぱい殺してみたいな状況ですよね。あの兵士の、まあ、僕その兵士の病気よく分かんないですけど、はい、とか、あの、ま、なんかそう殺されそうになった人が、はい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 、お人に会うともう人が怖くて会えないみたいな、なるほど、それはパニック症が、なんかそう、まあ、心に障害、はいはい、あれもこう強いストレスを受けることでそういう状態を作り出すから、人に会わないようにっていう、まあこれなんですけどね、そういう目的を、人に会わないようにするために目的を作り出して、そういう状況を作り出してるみたいな。アドラーさんをちょっと脅したいですね。なんか そう、その人に対しては何て言うんでしょうね。そう。で、それを、それが簡単に手放せたら楽なんですよ、きっと。その当人たちも。でもなんかまあ、うん、岸見一郎先生の本を読むと、うん、まあ、アドラーも第一次世界大戦の時に、うんうん、要は医者として軍医として従軍してたよと、うんうん、だから十分彼もそれを味わっていると、うんうんうん、ただそのアドラー自身が、うん、いやそれを手放せないとどこにも行けないよっていうのは確かに、うんうん、まあそうだよねってちょっと思うんですけど、だから手放すには多分アドラーなんですけど、そういうトラウマを抱えた、トラウマってなんか、まあ、便利な言葉ですね、確かに。僕たちの考えてるトラウマって多分大したトラウマじゃないですよ。僕が経験したトラウマみたいな、トラウマだみたいな普通の人が言うレベルって、はいはいはい、多分そんなに大したレベルじゃないけど、で、ね、で中にはもうものすごいトラウマ、まあ、極限状態、そう、じゃあ極限状態なのはちょっと置いときましょうかちょっと置いときましょうか、それは、うん、でもこの青年レベル、青年レベル、要はその一般兄弟がいて、うんうんうん、まあどこでもそうですよね、うんうん、あの部活やっても勉強しても、うんうん、結局順位付けされて、順位付けされて、あ、でもこのなんかさっき説明の時に、はい、本編の方で、本編の方で、はい、なんかこう思ったのが、こうあなたはこうだって育ったから私はこうみたいな、はい、それって結構あるなって思ったんですよね、はいはい、僕あの子供の時は、はい、こう
我が家はみんな頭悪いからってうちの親父が発表したわけですね。発表で大本営発表。そう、まあ、うちみんな兄弟みんな頭悪くて、で逆にこうみんな運動はすごいんだみたいな、はい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 、でなんか、まあ、僕にとってじいさんはなんか鹿児島の大会でなんか1位を取ったとか、そうお父様があの鹿児島実業の、うん、鹿児島実業バリバリのスポーツマンですもんね、うん、はい、でそのでそういう、まあ、兄弟たちもそういう感じ で、はいはいはい、でおじいちゃんもなんか鹿児島県のなんか代表でみたいな、はいはい、だからうちの家系は頭悪いけどスポーツはできるんだっていう植え込みがあったんです。植え込みがあって、はい、でそれを頭悪いって植え込まれてるから頭悪いんだって思うじゃないですか子供。はいはいはい、はい、だから、まあ、成績悪くても気にしないですよね逆に。まあ頭悪い家庭だから、まあ、親公認ですもんね。親公認でだけどこう大学ぐらいに行って、はい、彼女ができて、はい、彼女が結構真面目だったから、はい、勉強しようよって。今までにない文化が。今までにない文化で、はい、そこでこう勉強をしだしたんですよ。はいはい、同じように、はい。そしたら成績がどん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 上がっていって。勉強楽しいじゃんって。勉強楽しいし、勉強ができなかったのは勉強しなかっただけだし、頭が悪いっていう、うん。その答えは結構バカっぽいけど真理ですよね。そう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 。はい、だから、こう、で、それでこう、やればみんなと同じようにやればみんなと同じようにできるしみたいな、勉強すれば頭が良くなるんだってちょっとバカっぽいですけどって思った瞬間に成績が上がっていったみたいな、はい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 、だからこれってこうその勉強しない目的理由を作ってるだけだなだけだったんだなっていう、そうやっぱり親御さんとかはちょっと考えなきゃいけないですね、うんうん、そうそう考えなきゃいけない、あの接し方は、接し方、はい、で子供は、まあ、こう未熟なんでそういうのを真に受けるじゃないですか。そう親が、うん、まあ、その社会では親が絶対ですもんね。子供の社会では親の言うことは間違いないみたいな、はい、あと、まあ、やっぱりこの人との、うんうんうん、人からメンバーされてどう思うか、うんうん、どう思うかっていうのは、うん、まあ、先ほど隊長がおっしゃられた、うん、その本編で隊長がおっしゃった、うん、いや僕は挨拶をした、うん、あの人はしなかった、うん、それはあっちの問題ですっていうのは、うん、まあ、おっしゃる通りですけど、うん、まあ、これはやっぱりねイラッとしますよね。イラッとしますけどね、うん、でまあその自立する、うん、社会と調和する行動からすると、うん、まあ、うん、私は正しいのだってちょっと思ってしまうんですけど、うんうんうん、いやもう自立だと、うん、自分だけで立つよっていうのを、うんうん、言ってるわけですね、うん、ここでは。だから私が正しいと思ってる挨拶はずっとし続けたらいいんじゃないですか。そうです、ね、相手の反応はもう気にせずに、でそれが自立ってことですね。そうそう、人じゃなくて自分で立つ、うん、私は正しいことをしてるで、それは思わなくていいけど、思わなくてもいいけど、まあ、正しいというか、まあ、だから相手は関係ない、はいはい、そうですね、うん、それがまあ行動面としては社会と調和して生きるっていうのはそういうことだよと、うんうんうん、あとは私には能力がある、うん、人々は私の仲間である、うん、っていう心理、心理、これもなかなか、 能力があるって厳しいというか自信が持てなかったりしますよね。やっぱりこの、うん、今こうやって喋っているのも、うんうん、なんで喋れてるんでしょうね。能力あるなんて全然思ってないんですけど、うん、まあ、だからこの能力があるかないか、あ、はい、能力ある、まあ、こう喋れてるんでこのレベルの能力あるんでありますよ。本を読んで本を読んで今この喋れてるレベル、はいはい、ああ、はいはい、うん、だからあのあっちゃんみたいなところまでの能力はないかもしれないけど、あ、プレゼン能力はですね、プレゼン能力は、なんかその、うん、達成、社会的に達成したと思われてる人がこういうことを喋ると、うんうんうん、よりなんて言うんだろう、うん、真理に聞こえるっていう面ってないですか。いや同じことを喋っても、うんうん、偉い人が喋る方 が、うん、信憑性が増すみたいな、心理的には正しいみたいな、うんうん、マーケティング理論みたいですよね。だってやっぱりちょっとなんかまだ、うん、僕には能力があるって思えないんですよね。ってなるとなぜなら何も、うん、人から見て達成できてないからって思っちゃう。だそれを意識してはいけないって話じゃないですか。そう、うん、自分の理想との競争だっていうんですよ。そうそう、
だからこう能力がないって比較するとするならば、自分が思い描く自分の理想像じゃないですか。でもなかなか、難しいですね。自分がこうなっていたいみたいな、でそこまでにまだこういう能力が足りてないみたいな。だからあっちゃんじゃないんですよ、持ってくるものが。あ、そっか、今そうですね、ホリエモンとかじゃないんですね。ホリエモンとかじゃないんですよ、自分でいいっていうことですね。で、まあ、その自分の理想像、なるほど、との比較、なるほど、だからあれですよね、逆にこの動画を見てあんま上手じゃないなって思った人はレベルが低いこれがアドラー的に、アドラー的に言うとそうです人と比較してるってことですね。人と比較してるっていう、なるほど、はい、あとはまあこのままの状態が良くないと思ってるなら、逃げてはいけないと、多分人って変わりたくない生き物だってよく言うじゃないですか、はい、言いますね、なのでこう何もしなければ多分何も変わらないのが多分人間なんじゃないかな。そうですね、でもアドラーはそれがいけなませんよって、この状態に立ち止まることがいけませんよって言ってるんで、まあ、青年に対してこのトラウマだトラウマだって言ってる青年に対しては今の状態で立ち止まっていることは良くないと、なぜならアドラーはトラウマを否定しているから。でそれは善悪でも道徳でもなく勇気の問題だと。これはやっぱ厳しいですよね。そう分かっちゃいるけどみたいな、はい、なかなかこうエネルギーいるじゃないですか、自分を変えようとすると。はい、やったことないことに挑戦するとか、まあこれもそうですよね、この動画も、まあ、これもそうですね、はい、でこうなかなかエネルギーのいることなんで、ついついこうまあいいやってなっちゃいがちなんじゃないかなっていう。まあそれも多分人それぞれ、人それぞれ、その、うわーって過剰に動いてる人もいれば、でもその過剰に動く人っていうのは過剰に動くのが普通なんですよ、普通の状態じゃないですか。あ、いや見つめる部分が違うってことですね。そうそう、違うっていう、はいはい、でそれは何かにとらわれてそう過剰に動いてたりするんで、それはこうもうちょっと落ち着きましょう、逆にってことですねだったりするわけじゃないですか、はい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 、もうちょっと一つのことに集中しましょうみたいな。これは、まず一旦この第2話では自分を見つめた感じですね。自分を見つめた感じ、まあ挨拶をしても挨拶が返ってこない、来ないとか、女性に対してイラッとする、そう、僕は挨拶をした、自分が正しい、っていうことじゃない、まあ、正しいと思うのはいいんじゃないですかね。あなたが正しいと思う、思うなら、まあ、乗らなければいいってことですね、そこに。だから自分は正しいんだ、この挨拶をするっていうのが正しい、だったら自分が挨拶をしてればいいって話なんですよ、多分アドラー的には。ああ、これは OK、まあ、アドラーやる以上は、アドラーやる以上はやるべきですね。そうそう、それを毎朝笑顔で挨拶、無視する相手に、無視する相手に壁キャッチボールを。きついっすよね。なるほど、頑張ります、アドラー。だから多分そこで挨拶ぐらいすべきだろうって言いたくなるのが多分人間じゃないですか。こっちはこう笑顔で挨拶してるのにみたいな。そうですね、それが良くないよっていう。であとは、まあ、じゃあ次の三夜に期待ですね。三夜に期待ですね、はい、でその人のとらわれの話をすると、別の動画でエニアグラムの紹介をいろいろしているので、よろしければあの概要欄にエニアグラムのリンクを貼っておきますので、ご覧いただければと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録を何卒お願いします。ありがとうございます。